言っておくが、もうそんな真似はしないでくれよ。また記憶を消さなければならなくなるのはごめんだよ。しないよ、もう。あの時は本当にやけだったんだ。逃げたということは分かっていたのに。反省している。あいつにもひどいことをしたと思う。おかげであの子は君の記憶が戻らないか終始怯えていたしね。だからあんなに嘘ばかりついて君をごまかそうとしていた。それに君に嫌な思いをさせたくなかったんだな。嘘を重ねて逆に君の不信を煽ることにもなった。私が言うのも変な話だが、あの子供も自分なりに君を守ろうとしていたんだよ。それは分かってやってくれ。ああ、分かってる。さあどうする。もう君は全部自分のことを思い出した。自分がこれからどうしたいのか、どうすべきなのか決められるだろう。決めるのは君だよ、クロト。俺は したらいいのかわからないんだ。俺を殺して世界を救っても、俺が世界を滅ぼしても、どうしたってあいつを苦しめることに変わりはない。そんなことがないよ。なんで俺はあいつに会ったんだろう。ん？俺と出会いさえしなければ。クロト、やめなさい、そんなことを言うのは。君がそんなことを言ったと知ったら本当に悲しむよ、あの子供が。そうね、出会いさえしなければなかったことだ。クロト。なあ、お前は知っているか。俺がどうすればこの世界を滅ぼさずに、花城に殺しもさせないで、この世界から消えることができるか。何？お前が主と呼んでいるのが本当に創世主だというのなら、俺の存在を消すことができるかは知っているんじゃないのか。なんてことを言うんだ、君は。決めろと言ったのはお前だろう。結局今回死んだって、人が人を殺し続ければ俺はまた生まれるんだ。またこんなことを繰り返すくらいならいっそ消えた方がマシだと思う。思い詰めすぎだ、それは。だからこの世界から消える、それができるのならそうしたい、そう決めた。まったく、本当に君というやつは。黒田か。人のことばかり考えるのは君の悪癖だと思うぞ。まさか、俺は自分のことで手一杯だ。バカな子だね、本当に。お前が育てたんだろうな。だが私はそのバカな子の庇護者だ。全く仕方がない。約束を破るわけにもいかないし。約束？覚えていないかな、君と幼い頃約束したこと。君が訪ねてきたことは
どんな内容であっても必ず答えようと私は君とそう約束したこと、まあ守りきれてはいなかったんだが。だから聞かれれば答えるよ、真実をすべて。黒田か。俺はこの世界から消えることはできるのか。そうだね、厳密に消えるだなんてことはできないが、この箱庭から出れば多分この世界からは消滅したということになると思う。出る？この世界の滅びは君を媒介にしているんだ。中心である君が箱庭の外に出さえすれば要因が消えるのだから、主の定めた断りからも解放され滅びは止まるだ。そうなのか。そもそも主と我ら鳥たちは外からこの箱庭を作ったのだからね。出方だって知っているさ。そうするにはどうすればいいんだ。だが言っておくが、外には何もいないよ。君がこうして存在しているような世界はない。箱庭から出てしまえば死ぬこともできずに永遠に一人でそこを漂うことになる。ここで輪廻を繰り返すより苦しい思いをするだろう、うん、はっきり言うが、私は君にそんな選択をしてほしくはない。いいよ、それでいい。黒人、言ったろう、もうこんなのは嫌なんだと。他人に強制された性を繰り返すより自分で勝手に選んだ道で苦しんだ方がよっぽどマシだ。後悔するよ、必ず。その時はやっぱり自分の愚かさを呪うさ。だがこうすれば俺は誰にも呪われない。私が呪うよ。黒田か。その、口が滑ったな。悪い、今のは忘れてくれ。悪かったと思う。ん？せっかくお前は俺をこうして育ててくれたのに、こんなことばかり言ってしまって悪かったと思う。本当にね。だいたい君がいなくなってしまったら私は仕事がなくなってしまうじゃないか。悪い。私も出て行こうかな、君と。何？うん、そうか。それはいいアイデアだな。黒の鳥は黒人と共にあるものだし、黒人と一緒にいなくなれば喜ばれるかもしれないし。そうだ、それがいい。いいことを考えたな。本気か、お前。まさか止めるのかい、君が。これは俺のわがままなんだろう。いいじゃないか、それでも。行かせてくれよ、君と。君一人をそんな目に遭わせるのは正直辛いんだ。それでいいのか、お前は。うん？お前、ここに思い入れがあるんだろう。得られたものがあると言っていたじゃないか。あ？
なんだそんなことか。いいんだよそんなの。そんなの、それそのものが出ていくと言ってるんだ。だったらついていくのが道理というものじゃないか。何？君が自分を犠牲にして何かに償おうとする気持ちはわかる。だが君を思う者たちの気持ちも少しは分かってくれ。そんな殊勝なことは思っていない。逃げるんだ俺は。じゃあ一緒に逃げようか、世界の外に。この会話を聞いてシュも呆れているだろうが、まああの方もここを捨てた口だ。文句を言われても気にすることはない。黒田か。うん？ありがとう。私は君にたくさん謝りたいね。何？いや、何でもないよ。行こうか。ここを出るにはなかなか厄介な工程をたどらねばならなくてね。急がないといけない。そうか。あの子供のことはもういいのかい？俺を恨むだろうな、あいつ。だが俺さえいなければきっと幸せになる。そうであってほしい。どうかな。のそれでも君がいなくてもどうするかはあの子供次第だ。君が選んだようにあの子供もまた君のいない世界で道を選ぶ。そうだな。最後に会いたかったね、あいつに。そうか。じゃ、行こうか、クロト。見てよ、すごい綺麗だよ。僕外出ていい？もう一人で大丈夫だってば。行ってくるね。と、もう別に一人で外出たって平気なのに。でもすごいな、本当に綺麗だな。クロト、また見ているのかい、その箱庭を。ああ。よく飽きないね。もう馴染みの国も土地も何も皆なくなり変わり果ててしまったというのに。それとも何か面白いものでもあったのかい？そういうわけじゃないんだが、雪が降っているんだ。雪？ああ、あの場所に。ただ降ってるだけだけどな。うん。もう雪を忌み嫌う者はいないのか。思うんだ。うん？やはりこうしてよかったと思う。
ずっとこうして外からこの世界を見つめてきた。結局俺がいてもいなくても戦は繰り返され、命は巡り、そしてこうして続いている。それがいいのか悪いのかは分からない。俺がいるのも無駄だった。それだけは確かなことだ。クロト、こんなに多くの命が生きているのに、たった一人の意志で壊していいものじゃないんだ。そうだね。こうしてこんな風に世界を見ることができて、俺は幸せだと思うよ。何？あの時こうしていなかったら、未だにこの中で俺の命は使い回されていたはずだ。やめてくれ、そんな風に言うのは。お前は気にしているみたいだが、俺は結構感謝してるんだ、お前に。嬉しくないよ、そんな風に感謝をされて。違う、俺が感謝しているのはお前がここにいることだ。ん？さすがにいくらなんでも俺一人じゃきつかったと思う。黙るなよ、恥ずかしいだろ。いや、そんな。参ったな、これは。お前は不満なのか？そりゃそうさ。ここには何もない。私と君とこの箱庭しかない。本当にこんなところに君を連れてきてしまってよかったのかと、未だに少し後悔しているんだから。だから良かったと言っているだろうが。でもね、やはりもっと君に違う何かを与えてあげたかったと思うんだ。今さらだな。ああ、今さらなんだろうね。ここで満足しておけ。君にそう言われるとな。俺はこうしてこの世界が続いているだけで本当に十分なんだ、クロト。だからお前がそんな風に気にすることはない。そうか。お前こそよかったのか。ん？こんなことにまで付き合わせてしまった。なんだ、君も気にしているじゃないか。だがこれは俺のわがままでなったことだろう。それこそ今更だと思うけどね。もうどれほどの時が経ったと思っているんだい？まあそうかもしれないが。いいんだよ、私は。君がいいというのならそれで。お互いにこれで良かったということか。そういうことみたいだね。すごいな、どこまでもどこまでも降り止まないや。どうして雪ってこんなに綺麗なんだろう。